ですね、なんと、わっ !800 人も見に来て、カラコン明日卒業式、そっか、もうそんな時期ですもんね。ね、悔いのないよう仲間たちと最後の時間を楽しんでください。今日卒業式ね、卒業式ってすっごい寂しくなっちゃうよね。今ユニバにいるの、いいな。撮影会撮れました、ありがとうございます。皆さんこんばんは。あ、撮影会ありがとうございます。 ZIP 見てて、来てるねも見てる、嬉しい、来てるね。この間はイマーシブフォート東京のあのロケだ、ロケもう放送されたんですけど、お台場のね、すっごい楽しいから絶対みんな行ったがいい。ストーリーの中にこう自分が入っていくっていう、こう没入体験初めてだったんですけど、すごい楽しかった。キラタン、なんかシューって音入ってない？クーラーかな？エアコンかも。マスクかけてるキラちゃん、かわいすぎ。あ、さっきかな？ありがとうございます。やっほー。髪切ってないよ。でもね、もうこれちょエクステなんですけど、もうそろそろね、ちょっと撮るかな？テスト褒めて。テストよく頑張りました。シューって気になる？キラちゃん、おすすめの保湿リップあって教えてほしい。最近は保湿兼潤いみたいな感じでマキシマイザーディオールの使ってます。とわちゃんってツンデレなの？めちゃくちゃツンデレです。本当はね、大好きなのにね、キラちゃんのことごめんなさいちょっと私たち、私のマネージャーさん、すごく明るい方でニコニコしてらっしゃいます。高校合格した、おめでとうございます。代々木当たりました、嬉しい。会いに来て、会えるの楽しみですね。明日で、あー頑張ってね、明日で決めてきてください。今まで頑張ってること、今頑張ってきたこと。鉄塔さんがいらっしゃいました。鉄塔さん、ありがとうございます。ネックレスかわいい。くまさん、これファンの方にいただきました。おすすめのアイシャドウ、最近はなんだろう、これソフトブラーリングアイパレット使ってます。ピンク系、カラコンしてるよ。通称取れた、ありがとうございます。もうすぐ誕生日、お誕生日おめでとう。早いけどメイクって何から始めるのがおすすめ？え、アイシャドウとか？今日アイシャドウから始めたか。みんな受験とかね、ほんと今頑張ってる時期だよね。ほんとにみんな毎日頑張ってて偉い。新 JK にアドバイスください。うわ、もう JK こそまさにこう青春というか、本当に JK 時代って思い返すとすごく大事だなって思ってて、私が JK の時はこうやっぱコロナ期間に入ってたので、なかなかこう思い出とか作れなかったけど、でもその中でもなんだろう、こうあまりこう思い出作れないなりにこうなんちゃって制服着てどっかお出かけしたりとか、本当に些細なことでもいいからね、 JK 楽しんでね、悔いのないよ。やっぱそこで出会う人って今後一生出会わない人かもしれないし、今周りにいるお友達を大切にして楽しんでください。こう今日高校の面接でした、緊張しました。うわー、こういう、こうなる、背筋伸びちゃうやつ。学生ともと早く感じる。そうだよね。キラちゃんに沼りそうで怖いです。まだ沼ってないんですかね。おかしいな。
最近ニキビと花粉で肌がサバサバ、わかる。本当にこうね、花粉でさ肌めっちゃ荒れちゃうよね。眉毛かゆい。今日何してた？今日はチェキ撮影したり会議したりとかいろいろしてました。みんなのコメントいっぱい読むよ。鉄道さんまだ見てくださってありがとうございます。キラちゃんの声大好き、嬉しい。ネイル見せて。来てるねで紹介したコケットリボンのこと、あ、見えない全然。最近肌を綺麗にするのをハマってる。めっちゃいいことじゃん、面白い。豊洲のリリーベ何の曲かな、何の曲でしょう、当ててください。今日カラコンなんだっけな、今日なんだっけな、あの宮脇さくらさんのやつですね。あ、ガールズオフィシャルが入りました。花粉症で鼻水飲み、わかる。鼻水とさ目かゆくなったりするよね。もうね、鼻なんだろう、私も結構花粉でやられてて、鼻とかこう嗅覚が失われちゃってきついです。結構MV のくまさんヘア可愛かった。あら嬉しいね、珍しいですよね。まあね、今日9時にね出るので、それを皆さん見てください。最近なこちゃんと会いました。あ、なこちゃんとはあのインスタに投稿した以来会えてないです。キラちゃん追加リリーベ行くね、嬉しい。みんな本当に会いに来て。髪黒にしてみて、黒にし、ね、でもね、いつもね色落ちしたら暗くするようにしてるんだ。嗅覚なくなると味覚もやばく、本当にそう。なんか失って改めて大事さに気づくというか。マネさん笑ってるんじゃないよ。やお、ありよ、やおですか、嬉しい、ありがとうございます。リリーベ初日しか行けなかったけど、サイン会楽しみにしてて、楽しみにしててね。あー、ゆよぎ嬉しい、ありがとうございます。くしゃみとか鼻炎出る人は鼻にワセリン塗るといいです。そうなの、今日やってみよう。何かあるかな、みんなのコメント。はじめまして、はじめまして。撮影会嬉しい。ダンス習い始めたのでコツ教えて。ダンス習い始めどうだったかな、コツ。え、でも自分がやっぱ一番楽しんでやることじゃないかな。リリーベで近くで見て顔の、あとこちだ。高校生なのに身長が150ありません、どうしたらいいと思う？そのままで大丈夫だよ、かわいいよ、かわいい。最近ダンスブレイク鳴り始めます、すごいかっこいいね。サイン会はこう1対1の対面で私とお話ししながら、私がその来てくださった方の名前を書いて、こう名前を書きながらとかサイン書きながらお話をしてます。キヤちゃん最近クレタに会ってるよ、今日もクレタと会いましたよ。抹茶といちごのカフェ美味しい、絶対その組み合わせ美味しい。最近友達をガールズガールズに沼らせて、本当にナイス。やっぱりね、こう私たちも本当にこうガールズの
ファンの皆さんだったりとか、こう輪を広げたいってすごく思ってるからこそ、やっぱファンの皆さんにいっぱい協力してほしいなってすごく思います。こうやっぱみんながじゃあガールズの ここにね見に来てくださってる900人の皆さんは私たちのことを知って見つけてくださってるじゃないですか。それをぜひこう学校の方とかお友達とかに、ね、一緒にちょっとリリーフ行ってみないみたいな、連れてきて、そのお友達も絶対ね、みんなを後悔させないように私たちがね、こう好きにさせちゃうっていう、みんな広めて、いっぱいリリーフェ行ってみたいけど初めてすぎて勇気がね、大丈夫だよ。本当にリリーフェに来てくださる皆さん、本当にいろんな方がいらっしゃって、みんな本当に優しいし、そんな心配することもなく、ただただ楽しんで私たちに会いに来てくれたら嬉しいです。友達がガールズのライブ行きたいって言ってるから連れてくね、ぜひ連れてきて。家族をしっかり沼らせだよ。ほんと皆さん守護的ありがとう。いっぱい広めて、嬉しい。こうやってみんながこう協力してくれることってすごく嬉しい。やっぱね、皆さんがいないと私たちはやっていけないので、キラちゃんのことつぶやきまくってたら、それ見た友達がキラちゃん惚れたってインスタフォローしてて嬉しくない？嬉しい。なんかそれもやっぱこう輪が広がってるってなるから嬉しいな。あ、北海道とか行きたいですね。この前初めてリリーベいたけどめっちゃ楽しかった。嬉しい。なんかそういうお言葉いただくと本当嬉しい。なんかもっと楽しませたくなっちゃう。冬の那須ハイまた来てください。行きたいです。栃木豊洲行くで。嬉しい。キラちゃん来てるね、来てるね。次は何のロケかな。ガールズのイベント自分の住んでる県ないから行けない。そうだよね、そうだよね。やっぱね、こう行けてない地方で応援してくださる方とか本当にいろんな方がいらっしゃると思うんで、なんかそれは私たちがね、もっと行けるように頑張ります。だからこうやってこう配信とかでぜひ楽しんでくれたら嬉しい。ひーちゃんが来た。ひなた、ひなたちゃん、やっほー。インナーカラー入れてほしい。インナーカラーね、やったことないかも。インナーカラー、ひなたちゃん来ました。アイスクリームのひなたちゃん来ました。キラちゃんファンの顔覚えるの得意ですか？え、得意だと思う。うん、得意です。うん、キラヒナエピソードは最近会えてないねって話して、いつ遊びに行くって止まってます。でも一緒にこうカフェ活しようねって言ってます。リップはね、マキシマイザーとあれ、ヒンス使ってます。キラちゃんとお話ししたい。お話ししましょう。やっぱりね、こうリリースイベントとかライブとかは直接会ってこその意味のあるライブだと思ってるからね、本当に後悔は絶対させないですよ。キラちゃんのことダンス上手いし可愛いって言ってたり、あとも最高すぎない？最高ですね、それは。嬉しい。でもよく言ってくれたのかな。ありがとうね、そうやって最高って思ってもらえるような言い方をしてくれたのかな。撮影が出た、ありがとう。 MV30 分前女子が、そうだよ、もう30分前だよ、ドキドキ。でもね、今回のティザーがもう2つぐらいかな、2つもう出されてるんですけど、公開してるんですけど、皆さん見てくれましたか？ティザーは。今妹と喧嘩中で、喧嘩してる中、喧嘩してる中今見てます。かわいい。仲直りして。ティザー見てくれたかな。まあ、今日はね21時から MV が公開なので、それまでやらせてもらいます。ガールズのライブ人生で1回でも行きたい。来たがいいよ、来たがいいよ絶対。
6月30日に代々木第一体育館やらせていただきますね。でもこう一発目ライブあれかなと思ったら、リリースイベントも各地方でやらせてもらってるんで、ちょっとスワイプアップ感あった。確かにスタンバイしてるよ、ありがとう。キラちゃんの審判面白かったよ。ガルガルチャンネルかな、あのあれでね、変顔みたいな、にらめっこか。ファンレター書きました、ありがとうございます。 MV 楽しみ。今回の MV はね、なんかこうおって思うかも、感情的に。なんかこう、なんかなんだろう、ちょっといい意味で想像してた感じとまた違うこう見せ方をしてるというか、だからこそそのマジックの良さを、まあ、皆さんにこうお伝えできるかなって思います。やっぱね、こう今までやったことないテイストの感じだったりとかね、私なんて本当クマさんヘアなんてしちゃって、本当に浮かれちゃってるね、クマさんヘアなんてしちゃってるから、みんな MV を見てくれたらいっぱいいっぱいいっぱい広めてくれると嬉しいです。 MV キラちゃんこの後ある？キラちゃん、あ、見る？見ますよ、皆さんと一緒に見ます。キラちゃんにめっちゃ会いに行きたいけど、親に反対されてるから会いに行けど、お母さん、お母さんにキラのこと紹介してリリーメもクマさんヘア今日どうだろう。キラーのチェキ、サインチェキ当たって発狂、嬉しい。リリーメのストーリーあげたら、お友達がガールズガールズのこと知ってて超嬉しい。嬉しい、そういうのね、そういうことさ、一緒にさ、ねライブ行こうよとかさ誘ってみて。アルバム初めて買ったよ、嬉しい。いっぱい曲聴いてください、お手元に届いたら。クマさん可愛かった、嬉しい、会いたいよ、私たちも会いたいですよ。最近ハマりました、リーベ行こうか迷ってます。迷ってるなら絶対会いに来てください。友達にガールズ広めてます、最高。みんな報告して、私に今日何人ゲットしました、ガールズのガールズファンにさせましたみたいな。嬉しい、なんかそうやってみんなが協力してくれてることがこう一つ一つ積み重なって、やっぱこうライブだったりとかでみんなが来てくれてって、やっぱねこう活動の中で誰に向けてる、誰に向けて何をしてるかって、本当全部皆さんのためだし、皆さんに喜んでもらうことが一番のこう活動のやりがいだったりとかなので、本当にみんながいてくれてよかった、ありがとうね。リリーベ人すごくて無理だった、本当に嬉しいのかこれ、嬉しい。本当にね、みんながこう毎回ストーリーだったりとかメンションして載せてくれてるのだったり、メッセージとか全部見てるし、本当にいつもやっぱ元気もらうし、それでだからこそね、そういうやっぱ活動を通して皆さんに全部こう伝え、恩返ししていきたいし、風邪ひいててしんどい、大丈夫、あったかい飲み物飲んでね。いつもストーリー見てくれてありがとう、こちらこそ。ライブ行ってみたい、絶対来て麺はやっぱり片麺ってマジですか、誰情報ですか誰情報それ。普通麺かもしれない普通麺かも、片麺ではないかもしれない。ちょっと更新しといてください。この前夢にキラが出てきてめっちゃ幸せだった。どんな夢、今日の公開 MV 楽しみ。うわー、なんかもう みんなに楽しんでもらえたらいいな、今回の MV も。
キラさんの頑張れる理由になりたい。もうなってます。早くキラちゃんに会いたいよ。私も会いたいよ。仙台リリーベ来てくれて嬉しい。私も仙台行けることすごく嬉しいです。スクショタイムは後でやろうかな。受験終わったらライブ1回待ってて、ね、待ってるよ。頑張ってね。カゴカゴにしようかな。終じってきた。お疲れ様です。好きなキャラクター、なんかキャラクター、ハンギョドンとか新潟行きたい。笑ってるキラちゃん好き、嬉しい。友達教えてよ。ナイス。誰誰、内緒。みなみちゃんって言われてる。みなみちゃんかな。ミラージュミラージュの時のチェキもらった。チェキ取ってもらった。うわもう何年前だ。めっちゃ前だよね。5年うん、いや4年前とかね。今日雨だよね、場所によっては。あマネさんも暖かくしてください。みんな優しい。海外でどこ行きたい？ロサンゼルスかニューヨーク。お風呂行くね。温まってきてね。ありがとう。ただいま帰宅しました。お帰りなさい。来てるねってポーズあったっけ。来てるね。これだね。わあ、ミラージュの札幌ドーム以来会えてない。札幌ドーム懐かしい。ガラガラ行ってみたい。おいでおいで。名古屋もう雨止んでるよ。あれこっち東京も止んでるのかな。もうどうだろう。わあ今度アメリカ行く。いいですね。次ディズニー行く予定ある？今のところないです。帰りの会社帰りの電車見て。わあお疲れ様です。今日も巨大エビ欲しい。最近今日の最近の巨大エビ最近ないかも。あんま面白いことないかも。最近兄弟ないかも。私韓国行きたい。いいね、韓国行きたい。うん、韓国も行きたい。最近ね、兄弟あんま面白いことしてないかも。キヤちゃんの成長した遊び先役を見てみたい。これ神奈川県あめやんだってこと。修学旅行でカナダ行く。ダンスで心がけてることは、ダンスで心がけてることは常に見られてる意識と、あと角度かな。首とか手先とか一つ一つ細かい角度とか重心の置き方とかそういうの結構意識してるかな。メタバースの時の髪型好きだったよ。あれでポニーで三つ編みしてたやつですよね。世界さんと一緒に出させていただいて。ペアチェキは固定ペア？どうだ、固定ペアになるのかな。ランダムかもしれない。雪30センチぐらい積もった。大丈夫？今しぼフォーズ東京でロケどうだ。ね、最高だったよ。もう初めて没入体験をした。本当にあのイマーシブフォート東京さんでしか味わえない楽しさがあります。
絶対人生で一回は行った方がいいと思いました。受験中、受験前ズタンクール聞いてた、嬉しい、頑張れたかな。キラちゃんのダンスは細かい部分まで本当に丁寧で最高です。嬉しい、ありがとうございます。キラちゃんに没入したい。キラちゃんに没入体験してみる。なんでもんでそれが没入して、しようしよう。意味が変わってくる。な、久しぶり。南で、りょう、りょう、あれだね、あのファントミの時に文明くん役で一緒に共演させていただいたそうですね。久しぶりだね。キラちゃんチュキチュキキラブリねえ、どういうこと、どういうこと。ガルガッカー払ってます、嬉しい。キラちゃんとお揃いの服買おうか迷ってる。え、お揃いにしちゃおう。2歳の弟と幕張リリーベイって、ありがとう。キラの心臓になりたい。あの、もうみんな没入されてます、私の体に。みんな本当に面白いよね。みんな本当に面白い。キラちゃんはブルベ、イエベ、どっちだろう、どっちですかね。でもどっちだろう、どっちなんだ、どっちだと思う。明日から旅行行ってくる、いいね。どこに行くんだろう。明日ダンスリハーサル、ダンスリハーサル頑張れ。ブルベ、おお、ブルベ、わあ。でもね、診断してみたいんですよね、ちゃんと。オフの時何してますか。オフの時は、え、最近はお家でゆっくりしてることが多いか。なんかこう、たまったテレビの録画見たりとか、映画見たりとか、ブルベが多い。わ、桜井さんがいらっしゃいました。キアちゃんのお顔になりたい。本当にこんなお顔になりたいの。嬉しいよ、そんなの。いちご狩り行きたい、めっちゃわかる。インドア派、アウトドア派。アウトドアの方ですね、基本は。けどめっちゃ気分屋なところもあるから、こう家にいたいと思う日もあれば、もうめっちゃ外、なんか何もないのに外に出てなんか空気吸いたいなみたいな時もある。ちょっとキラちゃんの中に入り込みたいから、放射線の能力取り入れるわ。ちょっと待って、どういうことさ、本当に。アイライナーってどうやったらうまくいける。アイライナー、でもなんか目に沿ってこうやって引いてる。キラちゃん、明日買うお菓子決めて。ダンスのホワイトチョコ。なんでやろう、なんでみたいなね。嫌いだったらごめんね。キラちゃんのカラコンになりたい、なってくれますか。みんな、みんななってくれる。もうみんなキラに没入体験しちゃってるから。何色になってくれる。視力悪いからさ、あの視力悪いから撮ったら何も見えない。朝ごはんは食べてる。食べてる日もあれば食べない日もあります。キラちゃんと一緒にイチゴ食べまくりたい、食べたいね。何チョコ派、ホワイトチョコ派。新しい歌い間見た。お菓子食べてたら太ってきてどうしようもなくなってきた。いいんだよ、好きなもの食べたい時に好きなもの食べたらいいんだよ。そんな我慢なんてしなくていいよ。やっぱ我慢すればするほど逆にさ、めっちゃ食べたい欲出てきちゃうじゃん。え、キラちゃんの関節になってくれるの。
キラちゃんはダンスの早覚えできる。でも物による。いん、ん最近食べ過ぎ聞いてやばいけど幸せだから OK。 そう、幸せなら OK なの、何でも。夜ご飯はまだ食べてないです。スポッチャの動画好き、嬉しい。あ、そう、あの日の動画で私の爪折れたんです。ボーリングしててこうやった時にこの親指が長くてポギッと折れて、美味しいもの食べたい。何がいいかな。やっぱり焼肉に行きましょう。お鍋もいいですね。どうしたらワック上手になれるかな。ワックね、難しいよね。私も今でも本当に難しいし、今でもレッスンとかやっぱ受けるとやっぱ定期的にやってないとこうね、弱っちゃうというか、こうちょっとスキル落ちたなとか思うし。でもやっぱワックってこう腕をどううまく見せるかだから、なんか腕が曲がってることはね絶対許されないみたいに言われます。あ、大丈夫だよ、もうね爪修復しました。でも折れた瞬間のあの気持ちやばかった。ああ。焼き鳥はタレ派塩派。もうこれも何よる。タレかも。爪折れた時もすごくと、もうシンプルに最悪だったの。伸ばしてたのにと。でもこの間あの私が質問ボックスみたいにやったじゃないですか、お話ししましょう。あれでもう本当にいっぱいいろんなこと皆さんがこうお話一緒にしてくれて、ね、あのなかなか全部答えられなかったんだけど、徐々にこういう場面でねこういろいろ答えられたらなって思います。フォートナイトとかやったことありますか？ないです。あのゲームができないんです、あまり得意じゃなくて。ガールズガールズ聴きながら筋トレした。踏ん張れた、嬉しい。そういうのガールズの曲ね結構こう応援とか勇気もらえるような楽曲が多いから、ぜひねそういうシーンでも聴いていただけてすごく嬉しいです。また質問箱してほしい。したい。でもさあれってさ本当にさ、なんだろう、あのみんなの答えたいの本当は。でもさストーリーが豆粒になっちゃうじゃん。であれ一日で消えちゃうからさ、そういっぱいお話したいんだけどね。最近グッデイズにめっちゃハマってる。いい曲だよね、ちょっと夏っぽい。キアちゃんの前髪パッツンする予定ある？そう今めちゃくちゃ伸びててどうしようかなって思ってます。皆さんあともう10分でマジックの MV が解禁されます、公開されます。どうしよう、ドキドキしてきた。なんかもうみんな心の準備できてますか？ガルガル聞いてハッピーになりながらバイト行くのが最近の流行り。何それかわいい。そんなガールズの曲聞いてそんなハッピーになってくれるなんて、いつまでもそれでいてください。うわーわーいいやーなんかドキドキしてきた。なんかどうみんなに何を感じてもらえるのかなとか、このマジック通してもいろんな人にマジックっていう楽曲と MV が届くといいなって思ってます。うのしたことあるよ。くまさん公開だ、公開です。 MV 公開されると友達にも言って嬉しいね。いっぱい YouTube も、あ、 YouTube の MV もみんなで広めてくれたら嬉しいです。バイバイバイ踊れるように練習してるけどめっちゃむずい。あれ私たちでもめちゃくちゃ難しかったです。キラちゃんの釣り用弾可愛すぎるから心の準備できてない、緊張する。嬉しい、見てねちゃんと。
うわー、なんかドキドキするな。ね、一緒に見ましょう、リアルタイムで。でもすぐみんなのこう何感想だったりとかすぐ見るので、みんなもいっぱい感想を教えてね。キアちゃん MV のおすすめポイント教えてください。うん、なんかやっぱ、うん、私はこうもうね、私はもう完成を知ってるんであれですけど、やっぱいつもと違う私たちが絶対に見れると思ってて、衣装にしろ曲とこうなんか衣装とか私たちの見せ方のこうギャップというか表現の仕方がいつもとちょっと違うっていうところがポイントだから、表情とかすごく見てほしいです。あとね、やっぱダンスだよね、結構ね。みたいな感じなんで、ぜひ。でもね、クマさんヘアしてるからやっぱいつもともう違うんですよ。マジック感はあるかな、どうだろうな。リリーベずっと興奮してた、最高、嬉しい。だってあれだよね、この今回今解禁されてる、解禁された MV で初めて聞く方もいらっしゃいますよね、この中に多分。あ、いや、もうあれだ、そう、 MV を見るのがね、曲はもうね配信されてるので聴いてる方が多いと思います。皆さんの好きなパートはどこですか？あれを聴いてみんな何をどう思ったんだろう、曲を聴いてます。マジックのダンス初めて見るから楽しみてる、嬉しい、楽しみに。もうあとだって7分で見れますよ。17日のリリーブマンで、おお、すごい、衣装可愛かった、衣装ですね。最初ゆずちゃんも可愛いよね、可愛いよねって言って、 C メロの D のとこ好き、おー、あーそこね、なるほどなるほど、わっ松田さんこんにちは、ありがとうございます、来てくださって。7分が長い。マジック MV 今日だけで100回見ます、さすがオフィシャルさん。皆さんも今日 MV 公開されたら101回見てください。101回、ま、あのオフィシャルさんを1個超えてください。全部好きで決めれません、嬉しい、元気出る曲、確かに。みんな101回見るんだよ、101回だよ。お師匠さんすげえ。お師匠さんね、もうここに言ったんだから絶対ね見るしかない。お、みんな1000回だなんて本当に嬉しいな、越してきたよ。お、マネ、あ、公式さんは100回でいいんですかね、100回でいいのか、101回プロポーズします。え、8回います、とりあえずね、メンバー8人だからね。150回見るか、みんなここに、ここで何回って書いた方、絶対だよ、約束だよ。1万回でしょ、はあ、さすが、毎日います、みんないいよ。あ、1001回見る、ナイスです、今日で、ね、今日だけで。ね、いいね、じゃあ1億回聞く、誰がこのコメント欄で一番多く見てくれるかな。5分後風呂、お風呂予定、え、ねえ、ねえ、わざと MV 公開だよ、5分後、4分後だ。寝るまで一生流す、流して流して、友達に教える、ぜひ999回見ます。1220回、その意味は。もう1万回ね、現実的には200回くらい見る、嬉しい。9時に寝ます、何言ってんのみんな、そんなそんなノリとかじゃないから。何言ってんの本当に、ダメでしょ。9時に寝るんじゃなくて MV YouTube に行きますってことね。
お風呂に行く方お風呂で見てください。絶対毎日 MV 見てる。授業中も聞く。いいね。やばい、5分もないじゃん。ないよ。何分に終わればみんな準備できる？2分前とか？キラのツッコミもツッコミになってんのこれ。みんなほんとコメント欄が面白いからキラのツッコミが成立してる。おい、もうみんな寝ようとしてるやん。ねえ、あと3分だよ、みんな。ねえ、おやすみ言わないと。泣くよ。泣くよ。あと3分だよ。じゃあ2分前になったら、5秒前はさすがにわからん。2分前にする？何分前にみんな終わりますか？おやすみじゃないの？とか言いながらみんなやっぱ見ちゃうからね、本当に。一回寝て朝見る？今見よう。私と一緒に見ましょう。緊張して見られない。何それ？コンビニ行ってきます。携帯こうあれでお願いします。あえてアルバム発売まで待つのあり？よくないかもしれない、それは。1分前する？それ晩ご飯食べようかな。まあ、晩ご飯食べながらでも見れるっていう。30秒前でいい。30秒前はちょっと細かい。9時になったらご飯食べる。もう。一回寝て思い出した時見る。ふざけてるんじゃないよ。よし、もうね、準備だね、みんな。よし、皆さんじゃあもう、この感じで終わりたいと思います。最後に面白くしてくれてありがとう、みんな。最後にちょっと。はい、ということで皆さん配信ありがとうございました。この後2分後にはマジックの MV が解禁されるので皆さんで一緒に見ましょう。で、感想もいっぱい伝えてください。伝えてください。感想もいっぱい楽しみにしています。よし、はい、みんなありがとうね。ぜひ YouTube にそのまま